ファイトクラブの原作者ってポートランドに住んでるんですよね。そうだ。実際にあるのかなとか思い始めちゃっあるんじて。ゃない？ポートランド地下にファイトクラブあるんじゃない？今日ちょっとお話したい映画は、オレゴンの藤谷さんがお住まいのポートランドを舞台にしたピッグという映画なんですが、ご覧になりました？見ました。ピッグ見た？みたいな話になるんですよね。やっぱりこっち住んでると。ご覧になってどうでした？ ニコラス・ケイジの中では、キャラクターだけでもう突っ走るみたいな役が最近求められてることが多いじゃないですかね。あれ、ニコラス・ケイジこの役すごい好きなんだろうなと思いながら見て、ピッグはものすごく落ち着いた抑えた演技なんですよね。あそこまで抑えてるニコラス・ケイジをなかなか見る機会ないです久よ々ですね。リービング・ラスベガスのね、あのアルコール中毒の彼の頃に戻った感じで、叫ばないしね。静かな映画です。そう、静かな映画ですね。いきなり見た人は分からないと思うんですけど、まずポートランドにはものすごく雨が降る温帯雨林があって、そこがキノコの産地だってことを知らないとなんだか分からないと思います。まあ、杉の木とか多いし、木が本当にね、多いから、キノコがすごくよく、いろんなキノコが取れるんですよキね。ノコの産地なんですよね。ポートランドの中で人がそうで食すべるのね。が好きとか、食べることを大事にしてるとか、そこに、まあ、もちろんビジネス、大きなお金が流れてるとか、そういうのを含めて、ポートランドとかオレゴンが何たるかっていうのを描かれてますよね。ポートランドに行くと、例えばコーヒーだけでもオリジナルブランドがものすごい数ですよね。ギークたちが集まってる街ですよね、その食に対して。フードオタクですね。そうそう、食オタクが集まってる街。で、ビールにしてもすごい数のオリジナルブランドがあって、前も紹介したんで1000ぐらいあるんですよね。映画館とか見に行っても、ローカルの、そこの映画館に置いてるローカルのビール、ワインが美味しいんですよね。映画館にオリジナルのがあるんだ、すごい ね。美味しいの。ニコラス・ケイジは実はそのものすごく雨の降るポートランドの独特の温帯雨林でトリュフを探す人なんですね。トリュフは地面の下に埋まってるから、豚を使って匂いをたどって掘るしかないんですね。で、人里離れたところで、まあ、小屋に住んで、ニコラス・ケインジは豚と2人暮らしで、2人っていうのか、毎日こう森でキノコ掘りをしてるんですけど、そのキノコがものすごく高級品として、まあ、高級レストランに卸されてるっていう話ですね。すごくいいトリュフを取る豚っていう、その豚にすごい価値があるっていうことに気づかれちゃうっていうか、この豚いい話してるぞっていうところでね。でも本当に大事な豚を、まあ、盗まれてしまったニコラス・ケイジが豚を探しにポートランドの街に出ていくって話ですね。何かがあって、この人はよして人になったんだなって、豚とずっと暮らしてるんだなっていうのが分かるけど、その豚を探すために、いやおうなくポートランドの街に繰り出すしかなくなるっていうところから、物語がどんどん展開していく感じですよね。今までは森に暮らしてた彼がポートランドに行くと、ポートランドがその今のポートランドのその食ブームになってるんですね。ヒップスターたちが、そう若そう、おし者ゃれたちがでね。ね、インスタ映えするレストランがいっぱいあって、超おしゃれな、めちゃくちゃ高級そうなレストランが面白かったですね。で、まあ、高級なレストランに行くと、まあ、すっげえ偉そうにしてるシェフがいるわけですけど、ところがそのね、ニコラス・ケイジがちょっとあいつ呼べって言うと、ペコペコしてくんですよね、そのシェフがね。もうニコラスさんって、ニコラス・ケイジの名前じゃないんですけど、役名は。で、ロブさん、ね、お久しぶりですとか言うんだけど、そいつ弟子なんですよね。そこでどんどんこう彼が一体誰だったのかっていうのがどんどん分かり始めるというかね。あと、なんかちょっと割とバディものにもちょっとなってて、あの若い男の子とずっと一緒になんか探すじゃないですか、豚を。あの男の子があのヘレデタリーの子なんですよね。アレックス・ウルフ君ですね。ヘレデタリーで大変なことになっちゃったそう。男の子ですけど、あれだともう本当高校生って感じだったんだけど、こっちの映画ではなんかすごい違う感じですよね。若いのに生きてるっていう設定ではあるけど、全然高校生な感じとかじゃなくなってて。すっごい高級な部屋に住んでるじゃないですか。川が見える高層コンドミニアム住んでるね。ポートランドにいそうなレストランビジネスとかでめちゃめちゃ儲けた若いヤングエグゼクティブな感じなんですね。ニコラス・ケイジの豚で儲けてる、そのトリュフで儲けまくったお金じゃないかみたいになるわけなんですけど、まあ、それだけじゃないお金でしょうけど。
でもあのトリュフが1個だって何十万円とかで売れちゃうわけですよ、100万円近く値段で。いや本当にね、すごいマーケットの中ですごいことですからね。で元手はかかってないわけじゃないですか、ほとんど。だって森の中に行ってきてんだもん豚にあげる餌ぐらいですよね。それで大儲けしてるのがあのアンちゃんなんですけど、アレックス・ウルフ君にするね、うん、で最初は嫌なやつかなと思うんだけど、なんか不思議ななんか友情みたいなものが出てきてくるのね。なんかやっぱバディものになってくってか、だから彼自身の、はいはい、持ってる心の闇とニコラス・ケイジの持ってる心の闇みたいなのが、あとあれですよね、この番組でポートランドやったことあるじゃないですか、はいはい、隠れた地下があるみたいな。ああそうそう、地下にまあ昔つながってて秘密の都市みたいなものがポートランドの地下にあったっていうのを取材しましたよ僕。上海トンネルって言うんですよ、ね、潰されたホテルがそのまま残ってるみたいな感じで、地下に行ってそこでこうシークレットファイトクラブみたいなのやってるみたいな設定出てくるじゃないですか。そうそう、私その時あ面白いなと思ったのは、あファイトクラブだと思ったら、よく考えたら、うん、ファイトクラブの原作者ってポートランドに住んでるんですよね、はい、そうだ、ジャック・パラニューカーポートランドの人だもんね。え実際にあるのかなとか思い始めちゃって。あるんじゃない、ポートランド地下にファイトクラブあるんじゃない。彼はそうだポートランドに住んでるから、ポートランドのあの巨大なね地下室のコネクション知ってるはずで、パラニュークは、うん、それをファイトクラブに生かしたのかもしれないですね。なんかそこにちょっと想像を膨らませちゃいましたみたいな時に、この映画の中だとなぜかファイトクラブで戦ってる人たちはみんなシェフなのねこれ何なのかっていうよくわかんないんですけどちょっとだけそういうなんかあれっていう瞬間ありますよね。なんでやんっていうね、料理人なのにバトルっつって、料理バトルじゃなくて殴り合いしててなんか意味あんのと思いましたけどね。ストレス高い仕事だから、はい、そこで発散してるのかもしれない。そうかもしれないですねボイリングポイントって映画がね、日本でも公開されるんですよ。イギリス映画なんですけど、一つのそのすごくまあ人気のあるロンドンのレストランの、まあ、一番客さんお客さんが混む開店から2時間の間をリアルタイムでワンカットで撮ってる映画なんですよ。もう最初の準備してるところから、あのもうお客さんどんどん入ってきて混んできて大変になってくるところを、カメラが1台でレストランの中をこうやってもう行ったり来たりしながら、一回もカット切らないで撮ってるんですよ。アンソニー・ボードウィンっていう料理評論家がいたんですけど、キッチンコンフィデンシャルというタイトルの本を出して暴露本で有名になった人なんですよ。ベストセラーでしたかね、出してね。あ、そうそうそう、覚えてますよね。あれはだからキッチンの裏側がまあ実は戦場なんだってことを書いてて、おすすめされる場合があるじゃないですか、レストランで最初に、うん、今日はこれがおすすめですっていうのには絶対裏があるって書いたんですよ。いいものが仕入れられなかったんで、仕入れたものをたくさん出すためにおすすめしてるんだとかね。あと逆にもう実は期限がやばくて終わらせたい、そう早く出したいからおすすめしてるとかね。あれでね、一つ書いてあったのは、実はシェフはものすごいプレッシャーとストレスでみんなかなりメンタル大変なことになってるって書いてあるんですよ。そうでしょうね、アルコール中毒の人も多いみたいなんですよね。コップがその辺にあって、お酒がその辺にあるじゃないですか。離婚率も相当高い職種だって聞きます。そうらしいんですよ、シェフの友達から、うん、オープンしてからもクロージングまでずっと本番ですからね。でね、そのボーリングポイントって映画の中でお客さんがね、ラムチョップ、うん、生じゃねえかって怒ってくるんですよラムチョップはちょっと生じゃないとダメなんですそうそうラムチョップは中がちょっとピンク色じゃなきゃならないのに、うんうん、こんな生のもん食わせやってとか言ってくるんですよ。そういうの全部いちいちその苦情に対応しなきゃなんないし、あとやっぱり仕入れがうまくいかなかったこともあるんですよね。その時はちょうどいいビーフが、牛肉が手に入らなくて、ビーフを頼まれるとちょっと困るから他のものにしませんかとか言えとか言われたりね、ウェイターの人が。そういうのをね全部描いてて、ボーリングポイントって。だからそういう状況だから、実はものすごいヤクザな大変なね仕事らしいんですけど。そうでもね、ニコラス・ケイジがね、はい、そのはい、もう吉手人にもなるわみたいなねそうそうそう、もう嫌になっちゃったんでしょうね、もうこんなやってらんねえよって感じ。いろいろあったのもわかるけど大変だったんだろうなって何も描かないですけどね。本当のきっかけみたいなのは後でわかりますけど、はい、まあだから静かにずっと始まって、割とアクションとかそういう、はい、あの物事はいろいろ起こるのは後半に起こりますしね、はい、で、まあ、最後はちょっといい感じに終わる、ね、最後はもうまあこれは言ってもいいと思うんですけど、最高の料理を彼が作るっていうことになるんですけど、うん、その作る過程がなんかうわって感じなんですよね。いいですよね、いいんですよ。自分の道をもう一回たどりながら、自分のことをもう一回思い出していくって感じで、ということでね、まさか誰も予期していなかったし、誰も期待していなかったニコラス・ケイジの大カムバックということでした、うん。
町山藤谷のアメチューブ。チャンネル登録よろしくお願いします。